皆さん、こんにちは。林野町整備課の佐久間です。第二次世界大戦の影響や戦後の復興のために多くの木材が日本では必要となりましたで。一時は日本全国で岩手県と同じぐらいの面積の萩山が生じてしまい、全国各地で大規模な水害や山崩れが発生しました。森林が主抜後にそのまま放置されれば、 森林の多様な機能は失われ、国土の荒廃、それや災害の発生につながってしまいます。この問題の重要性が広く一般に認められたことを背景に、多くの苗木が植栽されていきました。で、まさに植栽された木々が50年から60年の年月をかけて成長し、日本の森林は今、始末に適した時期を迎えています。 森林のこのいった多面的機能を将来にわたって発揮させるためには、始伐後に適切な増林や保育、こういった作業が行われることが大切です。ここまで森林資源管理、伐採や集材そして木材の流通、木材の利用、といったプロセスを順番に学んできました。ですので、このパートでは、 先ほど申し上げた造林、保育といったような木を育てていくプロセスについて学びます。植栽した苗木が成長し、再び種抜で収穫できるようになるまでには、数十年の長い年月が必要です。その間、健全な森林を増生、育成するために、いくつもの作業が必要となります。 まず、地ごしらえです。苗木を植える前に地面を片付けなくてはいけません。そして片付けた後に次に植栽です。苗木を背負って山まで運び、桑を使って植えつけます。そして木が育ってきたら、下刈り。炎天下の夏に苗木の周りに生えた草を刈り取ります。 その他にも除伐といって成長を妨げる低木や鶴などを切ったり健全な森林に育てるために生育が悪い木や森林に光が入るよう調整するために間伐を行います最近は鹿やウサギなどがせっかく植えた木を食べてしまう被害こういったものも多いので鳥獣被害 こちらの対策作業を行う必要も出てきています。これらはまさに森林を育てていく森づくりのための欠かせない作業です。ただちょっと残念なことに一方で現在の木材価格では造林や保育に必要な費用を賄えな,ないため目指す姿としては低コスト化の実現。こちらが大きなテーマとなっています。 実現方法としては、機械化や ICT 活用によるアプローチ、新技術の導入によるアプローチ、こちらがありますので、少し説明したいと思います。先ほどまあ人が行っていました事後しらえなどには、グラップル、 こういったものの大型林業機械を用いることで省力化が進んでいます植栽は苗木を背負って何度も山を登らないといけないため大変労力のかかる作業でしたで、こちらご覧のように苗木の運搬にドローンを活用することでこういった過酷な作業が軽減されるようになりましたまた最近必要となっている鳥獣被害対策でも 動物が入ったらピピッとセンサーが起動してモニターで監視して鹿、えー、をとかイノシシを捕らえる罠など ICT が活用され始めています植栽植えることについてはエリートツリーと呼ばれる成長の早い品種の開発や苗木の植栽など新技術の活用が進められていますご覧いただきましたように機械化や ICT 活用によるアプローチ 新技術の導入によるアプローチさまざまな取り組みによって低コスト解除の取り組みが進められています皆さんこんにちは森林総合研究所の栗田ですそれではエリートツリーについて説明していきたいと思います エリートツリーとは何かということですが、簡単に申しますと、各地の山で成長や形状などが優秀と判定された個体を第一世代の精鋭獣として選抜します。この第一世代の精鋭獣を親として優秀な親同士を交配し、生まれた子の中からさらに優れた個体を選んだものが第二世代の 精鋭樹となりますもう少し詳しく見ていきましょう。精英樹は住宅建築や家具などに利用するための溶剤生産を目的として成長が早いこと、幹がまっすぐであること、病気や虫に弱くないことなどが有料ということで全国で選抜された個体となります。 1> 第1世代の精鋭樹の特性や性能の評価の結果、有料であった精鋭樹同士の交配を行い、その子供たちにあたる後代から選ばれた第2世代以降の精鋭樹がエリートツリーと呼ばれています。有料な精鋭樹同士の人工交配で得られた苗木をもとに、エリートツリー選抜用の試験林を造成し、 定期的な評価を通じて、成長等に優れた個体として、第二世代製栄樹、いわゆるエリートツリーが選抜されるという流れになります。